これまで数々のラーメンを生地にしてきた S スタイルラーメン担当、鎌田氏。さらにあらゆる情報もおし番組スタッフが徹底リサーチチャージと S スタイルが厳選した今回のイケてるラーメンイケメンは穴場中の穴場バーの店主が本気で作った人気ラーメン店も顔負けの一杯。 ここだけの話、バーで出せるラーメンのレベルじゃないんですよラーメン専門店としてやっても多分十分人気店になり得ると思いますそれを食するのは年間180杯を食べ尽くすラーメンソムリエ斎藤優和今回の舞台は国分町の路地裏にひっそりと佇むこちらバーカブトムシ ごめんくださいたくさんお酒も置いてますし、これ、いわゆるバーですけど、ここででラーメンが食べられるんですかね本気で作らせていただいておりまして、締めのラーメンとして、初めは提供してた感じなんですけれども、今はもう、ランチタイムから夜まで食べれるラーメンとして出してますねそんなバーカブトムシの本気のラーメンがこちら、鶏塩ジェノバ。 岩塩で作った特製塩だれで鶏のうまみを極限まで引き出し香り豊かなバジルソースを加え洋風にアレンジ女性をターゲットにした一杯は見た目でもラーメンの常識を覆しますいただきます。いいやおいしい このクオリティのラーメン出しちゃうんですか美味しいです一口すすった瞬間にバジルの香りふわっと広がりますね鳥の旨みもたっぷりですねうんパツっと歯切れのいい麺これがねこのスープと相性バッチリですねたっぷりのこの鶏の油をまとって口の中に入ってくるこれがまたたまらなく美味しいです ちょっとこの生ハムもうん、生ハムの塩気と旨味がアクセントになりますねまた違った表情を見せてくれますここで S スタイルからもう一つおすすめがバーが本気で作ったというコンセプト通りその本気と実力の高さが伝わるのが鶏塩中華そばじっくり丁寧に炊いた鶏ガラスープと自家製の塩だれを使った鶏の旨味タップ りのラーメンです。女性をターゲットとした鶏塩ジェノバに対し食材を極限まで生かした硬派な一杯こちらも知る人ぞ知る絶品メニューです三月から始めてたんですけどもまあこのコロナの影響もあってひっそりやり始めてたっていうところもあったので徐々にこう知れ渡っていけばいいなっては思ってます。今回のイイケケてるラーメンイケメンンは。 穴場中の穴場バーカブトムシの鳥塩ジェノバ場所は国分町1丁目広瀬通りから魚町公園に向かって曲がった通りですお昼は12時から営業しています